ですね、何やってるか分かんないコラボという団体、自前で保護女性をかくまうシェルターも保有しているみたいなんですけれども、深夜にですね、渋谷や歌舞伎町で帰りたくないという女の子を見つけますと、深夜でも何でも児童相談所を呼びつけて引き取らせるそうなんですよ。自分とこでシェルター持ってるのにおかしいと思いませんか？自分とこのシェルター使わずに児童相談所に押し付ける、それで都の事業をやれてるって言えるんでしょうか？それとですね、自治体の直接の事業には会計検査院というのが入りまして、効率判定ということをいたします。出している予算額に対してちゃんとした効果があるだろうか、つまりコストパフォーマンス検査なわけなんですけれども、実績報告ちゃんとやってるんでしょうか、コラボさんは。こちらの方も謎であります。手に余るような女の子は児童相談所に押し付けて、自分とこで保護する女性はどういう選別をしてるんでしょうか、どういう基準でこの子はうちでかくまう、この子は児童相談所に押し付ける、その基準も謎であります。他も怪しい、コラボという事業、委託事業、預けてる事業の実績判定なんかできるのかと、効率判定できないじゃないか、実績がよくわからなければ、というわけで2月末が非常に楽しみなわけなんでありますが、昨日加藤厚労大臣がテレビに出てこの質問を受けておりまして、そういう不適切会計がある団体の代表が厚労省の有識者会議のメンバーじゃおかしいんじゃないですか、と聞かれておりましたが、加藤厚労大臣は2月末の再調査再監査の結果を待ちます、ごにょごにょごにょ、と言って、ごまかしておりました。これは国は東京都に責任を押し付ける気だな、思ったんですけれども、自民党と政府に、コラボの問題を解決する期待はできないですよね。コラボはですね、都の仕事を受けられるっていう法律整備はですね、結局自民党さんがやってるわけなんで、なんか一丁噛んでんのかな、自民党さんは貪ってる側なのかな、なんていう疑いも出てきてしまいます。早瀬昇という同志社大学の客員教授がいるんですけれども、この方国会前の安倍政治許さない集会の常連でありまして、立憲民主党の辻元清美さんの30年代の盟友であると自称しておる政治的に偏っている方であります。この方実は赤い羽募金の理事をやっておりまして、赤い羽募金はですね、各団体慈善団体に助成するわけなんですけれども、過去に助成した最高額は1000万円、その件数は10件だそうであります。コラボには若草プロジェクト、ボンド、パックスといった仲間の4団体があるんですけれども、赤い羽募金が最高額1000万円を助成した過去10件の例のうち、この4団体が5回もらってるんですよ。非常に優遇されており、早瀬昇さんっていうですね、政治的に偏った理事が赤い羽募金の女性の差配をしていいものなんでしょうか。政治的に中立な人を選ばないといけないんじゃないでしょうか、赤い羽募金は。自治体や学校で反強制的に集められますけれども、赤い羽募金には他にもいろいろな怪しい点がありまして、一つの施設の数十人にですね、化粧品を物品で助成した800万円、じゃあ一人当たり40万円分の化粧品をあげたのか、ちょっと多すぎないか、というような疑惑も持ち上がっております。20人に対して800万円分の化粧品を赤い羽募金があげた、おかしいな、言われて慌てて赤い羽募金は1000人でしたと、800万円の化粧品をあげた人数は1000人でしたとしれっと修正しておりました。けどおかしいんですよ、その団体が過去に配った最高人数は100人であります。いきなりですね、その施設その団体の能力が10倍になって
今まで100人に配れて手いっぱいだったものが1000人に配れることになったということなんでしょうか。その化粧品はひょっとしたら存在してないかもしれません。化粧品の良し悪しは分かりにくいものであります。安い化粧品配ってですね、金額だけ釣り上げて猫回しているのかもしれません。これは店舗、小売店や個人の販売者と結託すれば可能であります。化粧品というのも怪しいですね。例えば椅子やテーブルなどそういうものだったら後に残ってしまいますから証拠残りますよね。このテーブルが1個50万なの、そういうことにもなりかねません。化粧品ならばよしやし、金額安い高いよくわからない、あとなくなってしまうものですから証拠が残りません。というわけで赤い羽募金は今や黒い羽に名前変えろと、こういうような評判になっております。赤い羽じゃなくて赤の羽であると、そんな話も出ております。コラボ若草プロジェクト、ボンド、パプス、赤い羽、それに全て絡んでいるのは元厚労省の村木厚子さんという官僚らしいんですけれども、皆様コラボというお名前をこれからテレビでちらほら見るようになるかもしれません。その時は私の話を思い出してください。よろしくお願いします。